中川大志さんの MC も終了でございますお疲れ様でございますよくできました素晴らしい MC でしたすみませんでした感動しましたすみませんでした本当にありがとうございます仕事増えるね大変すみません本当にやりづらくて申し訳ないですでも今回はもうね MC でもさらにちょっとグレードの高い挑戦がございまして中川さんにねお渡ししたあのカード中川さん覚えてらっしゃると思いますけれども MC チャレンジですかラップ MC あ。 MC つながりでラップするんじゃないですかああ言えますねありえます多分これは大志くんのラップ聞いてみたいねやめてください本当にもうやめてくださいひょっとしたらブレイクダンスとかできんじゃない違うんです違うんですあるんです四大要素全部謎っちゃってちょっと俺がどういったもの書いてあったのかあの映像でもねお見せしたいと思いますスクリーンご注目くださいはいドンはい このお知らせのゲスト。なるほど。そうなんですよ。俺で一生懸命俺に最強最強って言ってた。そうです。あとソニックにも実は挑戦のカードを渡してたのでそれも見てみたいと思います。ドン。ドン。はい。あーなるほど。踊ってましたがその理由がこれでございます。そうかソニックご苦労様でした。ソニックの拍手です。全然見てなかったよ。ごめんね。 大変だったね一生懸命踊ってたねソニックでもねちょっと踊りがねいや実は見てたんですけどちょっとなんか昭和なんだよねあれちょっと2ステップとか入ってたねでも15歳ですよそうですか多分あれじゃないですかねあの最近のね SNS とかいろいろと見られるからじゃない結構だってあれでしたよ あのこれもちょっとネタバレになっちゃうけど、ソニック家でかけてる音楽とか結構ナインティーズとかですね。ああ、そう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 だそうだそうだ。そうですそうです。そうだ。じゃあいいのか。多分そういうことだと思いますね。救ってもらったね。ソニックですね。みんなに見てもらってました。じゃあちょっと中川大志さんのね、あのミッションをもう一回見てみたいと思います。はい、こちらでございましたけれども、このね一の指定ワード、これ引き出された記憶ございますか？言いました。言いましたね。 たクさんなんて、最後のまとめでも出ましたもんね。出ましたね。多分、多分的なことは言いましたよね。はい、コンプリートですね。あのー、これ、結果としてはどうですか。はい、コンプリート。はい、大成功。<ー>えー、ただ、一つだけ言わせていただくと、ほぼ、僕が引き出した感じじゃない、ない感じでした。そんなことないです。そんなことない。 大使が言ってくれたかおりたいなもういくら小学生に聞かれても大使くんが寄ってくなかったら答えないよね。言わないありがとうございます MC 大使の声 MC 大使 MC 大使じゃあ MC 大使ちょっとお二人にプロデュースしてもらってどうなのいいっすねいいよね盛り上がっちゃっためっちゃ恐縮になっすからねあしかも レベルもね、指定で、次、次いきましょう。高川さんね、ちょっとね、あちらのメンバー本気みたいでございます。ありがとうございます。そして、また、二つ振でございます。よ、ここ大変だったと思います。なんと、あの、プロモーションビデオの紹介のところ、制限時間が二十九秒というふうに指定があったわけでございます。あの、長い振りがあったじゃないですか。さあ、どうだったでございましょうか。あ、丸ということで。はい、大丈夫だった。はい。長い振りっていうか、うちの楽曲のね。 タイトルが長いだけなんだよね。あれ。そこ読むだけで。人に読んではね。ごめん、ごめん。俺は悪いかった。タイトル、なん、なんであんな感じになったんですか。あの、今、ユ、ユーチューブ時代じゃないですか。タイトルに全部ぶち込まないと。プロモーションで、外出ないんです。はい、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 はい。でもね、逆効果でした。ラジオでも、なんでもね、みんな、ゆ、もう、ゆ、言って。情報量多すぎて。結局、みんな、なんだかよくわから。 ご,ごめん、ね、でもでも目立ちますよね大,大臣に申し訳ないとどんなセリフよりも緊張しました本当に中川さん <laughs> 昨日から練習されてたんですよねだいぶあのタイムを測りながら2 9秒以内に行けるように <laughs> ああ役所直しだねやっぱりさすがですね <laughs> 今日でもちょっと本当僕台本とにらめっこしすぎて、うん、ほぼほぼもう頭頂部しか映ってないかもしれないですね <laughs> いや全然大丈夫ですよ、ね、マスコミの皆さんにいやいやもうマスコミの皆さんも全然大丈夫です 初めてちゃんと考えるんじゃあじゃあ今あの別りでお願いします <laughs> すみませんはい大志君前向いてありがとうございます。言った瞬間にカシャ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  <laughs> どうぞはい今ですよ今インタ<今>インタビューしてるふりしてくださいいいです。<laughs> そしてあのさんのねあのところはもう見事に冒頭からゲストの皆さんを笑顔にされております。<laughs> 今も出ておりますということでお疲れ様です。ありがとうございます。MC 太い。ありがとうございました。どうでしたか中川さん。改めて MC ということを今回初挑戦されてみて。いやいや本当にもうあのいつも MC してくださってる皆様にさとりさんもそうですけれども感謝しなければいけないなと思うと本当にねすごい仕事ですね。本当にもうちょっとやりたくないです <laughs>。 もっと楽しみたかったんですけどもうドキドキしすぎちゃって楽しむ余裕がなかったですね今日はもうちょっと次回は次回は次回はもっと楽しでありがとうございます本当に貴重な経験でした楽しかったです MC 大使という名前もねそう MC 大使 TCMCTCMCTC でいいですよねほらもうできてきた MCTC でまたもう多分もう OK できてるよよお家ち帰ったのもありますよめちゃくちゃ恐れ多いですありがとうございます